お願いします。留学 の、 あのコンサルティングしてます、万波と申します。今日は、私は東京の自宅スタジオです。島根さん東京 の、 あの公園からで、シャキシャキハワイのライブ配信入ってくれてます。それで、まあ、ちょっと紹介しますと、かりんちゃんはあのもう私の息子と年が近いショップオーナーさんです。若手期待のホープです。でマリーさんはあの新進気鋭のエンタメ社長です。ということで今日はあの、まあ、ハワイつながりなんで、あのハワイのお話をしていけたらと思うので、よろしくお願いします。お願いします。あのどうしよう、ライブ配信からいっちゃいますか。かりんちゃん、うん、音出るかな。かりんちゃんからいきますか。ちょっと自己紹介とか、ちょっと景色を見せてほしいですね。うん、シェラトン前、シェラトン前って言ってました。はい、うん、あ、ちょっと待ってください。これどうやって変える？あ、こうか。マイジさん先行きますか。あ、見えた見えた。お見えた見えた見えた。綺麗。シェラトン前ですね。そうですね。シェラトン、うん。これ私があの春先にあのハワイに行った時に最初に泊まったのが、そうそう、シェラトンで、あの子供用 の、 あのスライダーがあったりとか、大人用のエリアがあったりとか、あのきちっとこうね、うん、分かれてて、ね、すごくここずっと歩けるんですよね、うん、ここ海岸でね、そうそう、うん、ちょっと歩けて今じゃあ、うん、ビーチの方に向かってあれですかね、素敵には、海岸線を歩いてくれるのかな、うん、で、これはロイヤルハワイアンの方に入っていく感じですかね。うん、はい、いいな。はい、じゃあマリさん自己紹介いきますか。私ですね、うん、はい、あ、はじめまして、私マリエンタープライズ代表しております藤原マリエと申します。主には、アーティストのマネージメントだったりとか、舞台とか作品作りと、あとはオリジナルブランドを立ち上げたりとか、あのスタジオをあの先日まで経営してたりとか、主にあの広い意味で言うとあのエンタメ業界で、会社をやってます。で、このハワイとのつながりは、今年の春から夏にかけて、子供を連れて親子留学をしていました。はい。いや、ハワイ行ってね、本当に嫌なことが一つもない、あの、パラダイスですよね、ハワイってね。パラダイスですね。ね。でも、うん、親子留学は結構いろいろ大変だったんだよね、最初はね。やっぱりそうですね。コロナ禍の本当に、本当に、うん、あの大変さを結構まともに味わったという経験はあったので、ちょっとその辺をあのコロナ禍のハワイっていうところを皆さん聞きたいと思うので、その辺を聞いていけたらなと思います。うん、画面が横になってるけど、これどこなんですか。横の方がいいですか、縦で。縦の方が良さそうですね。首をね、横にしないとね、こう画面見えないそうですよね。じゃあ縦で、うん、今そこどこですかね。これシェラトン の、 あの中にあるプールですね、うんうんうん、あーそっか、あ、懐かしい、うんうん、混雑具合はどうですかね今。結構人はまあさっきの方がいたかな、1時間前くらいの時の方がもうちょっと結構この辺も、うんうんうん、マリさん行かれてた時の方があれだったね、混雑してるかな、うん、その時は一時的に結構ワーッとした時だったから、そうそう、今の方が静かな感じ。そうですね、うんうん、うん、そんな感じですね。なんかね、私が行った時日本人はやっぱり全然いなくて、ただその、うんうん、アメリカ本土の人が結構ワクチン接種した方々が観光で訪れてたので、すごいもう賑わってましたね。そうね、シラトンとか、うん、一時的にちょっとなんかすごいことになっちゃった時だった、ね、そう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 、そうでしたね。多分ピークがアメリカ独立記念日の日ですね。あの辺りは本当にもうお祭り騒ぎで、もうね、いつも通り の、 ワイキキって感じでしたね、普段通りの。マリさんは一番いい時に行かれたかなっていう感じがなくて、そう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 、最後ちょっとね、ワーッと来ちゃったけど、うん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 、でもすごくいい時期に行かれて、何が大変だったかって、カリちゃん喋れる？音声どう
こえますか？あ、聞こえます、ね。聞こえる。じゃあ、かりんちゃん、紹介しますか？はい、うん。ちょっと待って、場所が。ロイヤルハワイアンですね、これは。そうです。うん。皆さん、質問あったらどんどん入れてくださいね。答えてくれますので、皆さんそれぞれ。はい。はい。聞こえますか？うん、聞こえてますよ。はい。私を初めて見てくださる方もいらっしゃると思うので自己紹介いたします。私は、あなたの日常をハワイにするロコファッションということで、ハワイのローカルファッションのアパレルブランドを立ち上げました。ロコファカルハワイの、カリンと申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。マスクがショップのね、はい、オリジナルのマスクで、あと T シャツとトレーナーを見せてくれるって。おー、かわいい。ロコファッションなんです。デザイン誰がするんですか？カリちゃんがするの。はい、こういったものは、これとこれが、うん、私がデザインしたもので、トレーナーも基本的にできるものは私がデザインして、それとか、うん、あの途切れますね。途切れちゃうみたいね、カリンちゃんね。ちょっと動きながらにする？電波のいいところの方が。ちょっと、多分、ここが電波悪い。そうだね、動き回ると切れるよね。結構通路とかそういうところは切れやすい。あとインカメラ、カリンちゃん今インカメラにしてる？はい、あ、多分ね、インカメラにした時に音声が悪くなる気がするな。そういうことあるかな。じゃあどうしよう。景色皆さん見せてもらった方があるかな、やっぱりせっかくだから、うん、でどっか止まった時に電波良さそうなところでガーディちゃん顔見せてくれた。はい、うん、はい、はい、ブランドもトレーナーも後でまた見せてください。うん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 ですね。ということで、マリエさんの親子留学のそのコロナ禍の大変さを振り返ってもらいましょうか。まあ多分ね、一番ハワイ的にはいい時期に行ったと思うんですけど、日本的には結構大変な某ウイルスが急増している大変な時期で、で なんでその行ったかっていう理由をお話しすると、私保育 6歳になる子供がいるんですけど、やっぱその時保育園が閉鎖になってしまったりとか、まあ、世田谷に住んでるんですけど、それでこそこう少ない公園がなんかもう遊具がね使えなくなったりとか、やっぱり子供にとって遊ぶ場所とかかなりこう限られてしまっていて、でそれをすごくこうかわいそうだなっていう風になんかね、何かもわからないうちにいろんなこと制限されて、食事はもう黙食だし、一言も口を聞かずにご飯食べなきゃいけないとか、パーテーションで区切られたりとか、あとはその、そうそうそう、で、外、出ちゃいけないとか、いろんな制限が、やっぱりね、かわいそうだなって思ってたところで、ルリさんに出会い、ね、いろいろこう、なんとかこう、ハワイとか、その環境違ったところで、少ししばらく滞在できないかなっていうところで、ルリさんにご相談して見つけていただいたのが、ワイキキのね、うん、WCC ですよね。WCC、コミュニティセンター、ね、うん、ね、うん、でもそこも結構どこもあれですよね、受け入れしてないところとかもその時期あって、その一時的なね預かりをしてないっていうところも多い中で、うん、ルリさんがねこういろんなコネを駆使してアテンドしてくださったおかげで、本当にね素晴らしい90日間を滞在ね過ごさせてもらえて。そうなんですよ、やっぱりローカルのスクールは今、うん、今ってコロナ禍で受け入れがあれですね、3分の2ぐらいにはなってますね。マリエさんが行かれた時は3分の1だったんですよ。
3分の1の確率のスクールになんとか手配ができて、うん、でも予防接種とかその証明書持ってこいとかそういうのがすごい大変だったじゃないですか。うん、そうですね、うん、それが本当にまあ、今もそうなんですけどね。でもあれはまだ、うんうん、情報が分からなくてみんなが分からないところでしたので、うんうんうん、本当に右往左往って感じでした。本当ですね、本当に、ね、でも行ってみたら天国だったっていう。そう、行ってみたら、そう、入ってしまえば本当にだから入るのが大変だったと思うんですけど、うん、入ってしまうと天国に。あ、今あれですね、こうディンゲルか、うん、ね、うん、あ、本当これ電波悪そうですけど、そうかそうか、そうですか。かりんちゃん歩いてくれてありがとう。はい、 あ、聞こえてる、うん、大丈夫？はい、大丈夫です。うん、これっていつできた？ロイヤルハワイアンの、はい、ね、なんかいつできたんだろう。私はあんま見たことないかもしれない。新しい？そうですね、ここの店舗は比較的新しいと思います。リッツカールトンにある店舗の方がちょっとできた時期がもうちょっと古いのかなと思って、こっちが後かなと思うんですけど、うん、一番皆さん気になってる有名な並ばないと買えないエコバッグに関しては、うん、全然余裕で買えるくらいな感じではい、今だったら買えます、並ばなくてもっていう感じです。これシェラトンの中、ロイヤルハワイアン、ロイヤルハワイアンか、これはロイヤルハワイアンです。これロイヤルハワイアン、ごめんね、はい、私なんか最近の店を結構知らない。うんうんうん、ロイヤルハワイアンの中ですね。中ですね、はい、うん、なんか私が気になってたのは、チボーってお好み焼き屋さんある？まだチボーのお好み焼き屋さんあります。ビーチウォークの、あるんだ、はい、うん、すごい古くからあるし、なんか頑張っててくれてよかったです。チボーなくなってないかなと思って。そうか、その隣にあるのが、前はビルズがあったんですけど、うん、ここが今アップステアーズっていうまた新しいレストランに変わってて、ビルズはなくなってしまったんですけど、隣のチボはまだあります、うん、あ、そうなんだ、よかったよかった。行きましたか今？うん、あ、私は通っただけなんですけど、うん、なんかずいぶんあれですね、今ハワイ2時過ぎぐらいですよね、昼間の。少ないね、はい、人がずいぶん少ない気がしますね。センスギビングの時期以降はやっぱり結構メインランドの人とかもまた一時期多くなって、今、うん、こう今ガラガラなんですけど、ここのアイランドヴィンテージのシェーブアイスとかもすごい、多分どこまでだろう、ハリーウィストンがそこにあるんですけど、あそこまで並ぶくらいすごい並んでた、うんうん、そこそれくらい人が、やっぱりホリデーシーズンなんでセンクスギビング多かったんですけど、またちょっと落ち着き始めたかなっていう感じはしますね。うーん、なんか静かですね。ねえ、本当静か。だからね、皆さんにね言うんですけど、すごいやっぱり陰性証明とかワクチンの証明とか大変なんですけど、行ってしまうと結構いいんですよね。いや本当にね、そう、私が行って何に驚いたかというと、やっぱ海の綺麗さと人の少なさと、あと渋滞のなさで、どこ行くのにもワイキキのね通りって結構渋滞してたりとか人が多くて混み合ってたのが一切ないっていうのが、やっぱりもう奇跡ですよね。本当にね、行ってしまうといい、うん、ね。レストランってワクチンの接種証明ってどの程度いるんですかね。ワクチン接種してないと入れないとかっていう、その証明を見せろっていうレストランがどの程度あるのかな。そうですね、こっちはほとんどのレストランは店内で食事する場合はもうその陰性証明書と、うん、あ、やっぱりほとんどいる、はい、まあ、日本の方だとパスポートを見せないとどこも入れないです。で、たまたま昨日どこのお店かちょっと忘れちゃったんですけど、行った店では、うん、店主のお話によると、今は逆にその見せるのもめんどくさいから結構テイクアウトにする人が多いっていう。うん、確かにね、はい、テイクアウトだっていいもんね、全然綺麗で全然テイクアウトでいい気がする。そっ
そうか、そう、テイクアウトだったら買うのにはいらないんですね。あ、そうですね、テイクアウトだったら全然何も見せなくても全然大丈夫です。そうか、それでテイクアウトで持ってて、その辺 の, あのビーチ沿いとか公園とか、はい、うーん、ビーチとかは、あの、はい、あの泳いだりとかやっぱりするんで、マスクしてる人とかはいないので全然あれなんですけど、まあ、それ以外は基本はどこもお店入るのにもマスクが必須ですね。うーん、まあ照明を見せてって言われるんですね、やっぱりね、ほとんど、はい、そうなんだ。え、マリンさんの時はまだなかった。まあ、私の時はあのどあの陰性証明を提出するお店はどこもなかったですね。うん、でマスクもなんかね、 あんまりしてなかったですよみんな、まあ、バス乗ると、バスとかそういう公共の乗り物とかはみんなマスクつけてましたけど、でもそれでもね、あの本当につけてる人は一部って感じでしたね。そう、これどこですか、これどこですかね、今これどの辺ですかね。これクヒオ側ですね。クヒオ、うん、はい、デューティーフリー、はあはあ、え、何、何、あ、デューティーフリー、今免税店ってどうなってるんですか。うん、免税店はちょっと今遠くて見えないんですけど、全体的にあのなんか壁みたいなので仕切られてて、中に一切入れない状態になってて、クローズになってますね。クローズなんだ。ああ、なんかリニューアルオープンとかっていうことではなく、もう一時的に閉めてるってことなんですかね。そうですね、今のところはクローズの状態で、特に何もインフォメーションされてるようなものはちょっとないですね。そうなのか。あの私がいた時には某ブランドショップにはものすごいでも列ができてましたね、あの、うん、路面店とかね、うん、うん、入場制限して。路面店は開いてるんですよね、デューティーフリーは閉まってて、路面店のブランドは開いてる、うんうん、あ、そうですね、路面店のブランドは全然開いてます。開いてるんだ、はい、じゃあ今、はい、あの閉まってるお店はそんなにないですか。なんかマリエさんが行った時はもうね、裏通りは結構そうですね、うん、ストーだらけだったけど、あ、でもあのこっちのデューティーフリーの近くのお店の、うん、ま、向かいのストリートっていうか向かいのお店とか ABC、 ABC は開いてたかな、うん、でも閉まってる店が多いんですよね、うん、あの、うん、デューティーのもうなんだろう、近くが結構閉まってる店とか一時的にクローズしてるお店もあったりとかして。確かに一時的にクローズなのか何なのかが分かんないんですよね。なんか私自由が丘近いんですけど、自由が丘とかでも本当に開いてんのか閉まってんのか分からないお店が多い似たようなもんなのかな。じゃあそうなんですね。これはクヒオ、クヒオ違うね、これカラカウアじゃないですかね。カラカウアですね。もう H&M が見えてるのかな。本当だ。うんうん。うん、この辺は人がいますね。今ビーチに向かってくれてます。うんうんうん、うん、うん。そう。あれですか。今夜のあのなんていうんですかね、こうお祭りみたいなのやってる、お祭り、あのなんて言ったらいいですかね。あのブリキ男みたいな。あ、パントマイムしてるのとか、アトスとかとか演奏したりとか、あ、やってます、やってます。あ、やってるんですね。はい、うーん、そうか、もちろん普通通り、ワイキキの夜は結構普通に賑わっている。そうですね、人はまあ歩いてはいるんですけど、やっぱりコロナ前に比べたら確実に人は全体的には少ないかなっていう感じはありますけども、それでもちょっとずつ人も観光客もちょっと戻りつつあるのかなっていう感じはしますね。え、じゃあ、うん、あの歩きながらかりんちゃんブランドの話ね、立ち上げたっていうのはすごいなと思うので、うん、あのロコガールブランドを立ち上げるまでの経緯とかちょっと話してもらえますか。はい、コロナになる1年前、まあ、2018年から2019年に私はハワイで J1 ビザというビザで1年働いてたんですけども、
まあ、その帰国後にすぐコロナになってしまって、もうお金もない、もう貯金もないっていうことで、まあ、働くところも本来であればアパレル関係で、まあ、お仕事したいと思ってたんですけど、まあ、コロナの影響でそれも難しくなって、なかなかちょっと、うん、いろいろもいろんなことが重なってなかなかうまくいかない時期があったんですけども、ハワイにも行けないし、うん、ただやっぱり私もそうですけど、やっぱハワイ好きの人って皆さんハワイに行きたいって本当しょうがないと思ってたと思うので、うん、まあ、それをなんとか形にできたらなと思って1年そのハワイに住んでた時にローカルのファッションを、まあ、自分なりにいろいろ研究して、自分もすごく楽しくファッションでハワイを感じられたので、それを日本で逆に皆さんにも楽しんでいただいて、ハワイを日本にいても感じていただけたらと思って立ち上げたのが今の、ルコカジュアルハワイのブランドです。そうか、なのでハワイ、はい、そうか、すごいね。うんうん、ね、ね、サロン、私ちょっとオンラインのショップをちょっとね、拝見させてもらったんですけど、ありがとうございます。すごい、ね、かわいいハイビスカスのモチーフだったりとか、なんかハワイらしいアイテムをたくさんこうデザインに取り入れた、ね、素敵な、トレーナーとか、アロハシャツとかで、ね、かわいらしいなと思いました。ありがとうございます。ね、なんかワイキキ歩いてるとハワイのファッションがいっぱいじゃないですか。ファッション、うん、でもやっぱりあれなのかな、なんか日本人に合わせてるとか、なんかそういうなんかなんか工夫とかそういうの、日本人のためにっていうのはやっぱりあれなのかな。そうですね、うん、やっぱりハワイでは着れるものだけど日本では着れないってものもあったりとかするんで、うんうん、普通に日常でも着やすい、なのでトレーナーとかそういったものでハワイを、まあ、感じていただけるようなデザインだったり、うんうん、まあ、商品に一つ一つ思いを込めていつもデザインをしています。確かに確かに、ハワイに行くとテンション上がってノリで結構いろんな派手なアロハシャツとか何でしたっけ、ワンピースみたいな、なんですか、あるじゃないですか。そうそう、まあ、私も真っ赤なのを勢いで買っちゃったんですけど、これ日本のどこで着るのよってあるある、ありますね。もういい、自宅でなんかもう、ね、ネグリジェにしようかみたいな。マリサスカート履いてるの見たことないけど。そうですね、うんうん、確かに確かに、ね、まあでもハワイでは結構ね、夏場とか暑い時にはスカート履くんですけど。そうそう、なんか買い物はどこでしましたか。あ、私、うん、マリエさんはどこで買い物。私はね、ドンキホーテに毎週もうね、日用品はね、大体ドンキホーテですね。で、週1回行って、服はね、ロイヤルハワイアンか、アラモアのショッピングセンター、うん、ですかね。そのあたりで結構買い揃えました。あと、路面店が結構可愛いんですよね。その、ワイキキのビーチにある。なんかハワイっぽくてすごい可愛いんですけど、やっぱり結構ね、派手ザハワイって感じで。まあね、まあね、そうそうそう、まあ、最近は夜でもやってるのがいいんですよね。一通り遊んで、うん、ご飯食べて、それでさらにその後買い物ができるっていうのが一番ね。そうですね、ね、うんうんうん、それはコロナでも戻ったんだよね。それはマリーさんのいた頃から戻ってたのかな。うんうんうん、戻ってました、戻ってました。今もう大丈夫ですね、カリーちゃん。はい、ワイキキの夜は今10時とか11時とかもう結構もっと遅くかな。何時までやってるの、ワイキキって。眠らない夜になってる。どうなんですかね、夜はあんまりワイキキちょっと歩かないんで私わかんないんですけど、うんうんうん、そうか、まあじゃあ、はい、結構やってるってことですね。夜でもね、普通に遊ぶ。そうですね、はい。これどこに来た。これはカイウラニホテルですね。プリンセスカイウラニ、
はい。じゃあ結構プリンセスカイウラリって皆さんあんまり知らない方も多いかもしれないんですけれども、ここのプールサイドのあのランチというかブランチとかいいでしょう？行った？ここですか？うん、ここですかね。このプールサイドの私結構ランチが、あの一人で行った時は結構ここ行くんですよ。食べやすくて一人で。うん、こんな感じですかね。あ、良さそう良さそう。そう、あの、うん、いいんですよ。一人ランチに結構いいです。そう、あのね、割とボリューミーなあの定食っぽいあのハワイアンなランチが食べられます。綺麗だね、クリスマスでね。あ、結構ライトアップというか飾り付けもね、ところどころしてますね、やっぱりクリスマスの。プリンセスカイウラリで、うん、キングスビレッジって昔あったとこの近くですね。あ、そうですそうです、うん、でキングスビレッジって知ってますか？皆さん知ってるかな。すごく昔はこう象徴的なあのワイキキの、ね、ショッピングモールだったんですけど、それって今何になったんだっけ？キングスビレッジなくなっちゃって、確かヒルトン系列の建物、うん、あのまたホテルか何かが建つじゃないかなと思って。まだないんだ。そしたら建設中。あー、そうですね。これなんかキングスビレッジなくなる、工事進ん、うんうん、工事進んでない進んでないんだ。あの こんな感じです。キングスビレッジだったのここです。取り壊しで何もなくなっちゃってるっていう。そうか。ウォークチェアマンさんが3回止まったよってコメントしてくださってますね。え、本当に、うん、あ、3回止まった、うん、工事がですか、うん、本当に。ウォークチェアマンさん、ウォークチェアマンさん、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、チェアじゃなかったかな。あれ、3回止まったよ。チャリ、工事をして止まってしまったってことですか？まあ、3回止まった。あ、宿泊したってことだと思いますね。ごめんなさい、あのホテルに。あ、ホテルにね、うんうん、そうかそうか、すいません、ありがとうございます。そうなんだ、ホテルね。うん、あ、でも、すごい、何もなくなってるじゃない。何もない。そうなんですね。これこっちがリージェンシー、ハイアットリージェンシーとか。はい。うん、コメントって見れてます？私の方ちょっとコメントの表示がされてないんですけど。そう、私もコメント表示されてない。あ、本当、私はコメント見てますよ。本当ですか？コメント、うんうんうん、あれ、見れてる方と見れてない方がいるみたいです。ありがとうございます、うんうん、どんどん質問あったら入れてくださいね、うん、私が拾います。あれ、なんで私が、おかしいな。懐かしい。もうあれですね、日本の今のこの寒い冬とはもう真逆な。ね、本当に爽やかな。